これが、まあ、最後の予選です。それでは参りましょう。赤コロバーサスわちゃわちゃピーポーの試合です。ハローファイト。さあ今回もパラメーターに注目です。和心がフルアタッカーできましたね。おお。対するわちゃわちゃピーポーは先ほど同様、シールドプレイヤーが1人、そして4321のプレイヤーが2人。まず当たり前、さあシールドの対処早かったですね。早いですね。しっかり壁の裏にいる選手にエイムを合わせていたんで馬力を和心もあの全員チャージは2なんですが、うん、かなり和心はシールド対処が早いのが一つチームの特徴かなと。しっかり弾集められてるんですよ、うん、ただそれをやるにはあの避けが必要なんで。そう、あ、そうですよね。壁を向いてる間自分の正面の人が打ってくるっていう、うん、すごいな神さん独特なねこの新バージョンならではの避け方でしたね。会場からはねこう歓声が上がりました。さあラスト20秒。さあわちゃちゃピーポーが2点リード。こうなってくると古畑はもう手に取っていくしかないんで。そうですよね。残り10秒古畑の特性を生かせるか。おっと重ねてきた。5秒前です。取っていけるか。前に上がるがさあ最後に1点を決めて2対5でわちゃわちゃピーポーの勝利です。